から。いや向こうです、日本海側の向こうからです。あでもそうですね、この方向だな多分。上から来てますもんね。あそう、姫川は下流から来てる。あれや、あの妙高とかもう見えないですもんね、高さで。戸隠も見えないもんな。本当だ、あの後ろに戸隠見えるじゃないですか。そうですね。おはようございます。使われないやつ。いや、頑張って使ってもらおう。長野県のアピールしてる。大体多分音声出ないですよ、多分。長野県は…はい、はい、どうぞ。グダグダや。以上です。そうですね、まあ第1回目の合宿っていうことで、まあ、当然スキルアップするっていうか、レベルアップすることっていうのは重要なんですけど、まずまあ、そのことも含めそれも十分大切なんですけど、まずまあチームワークをしっかり働かせるっていう、ところですね。だから、新人の方も、今回非常に多く選考されてますんで、まあ、初めてのこういう合宿で、まあ、緊張もあると思いますし、何から、まあ、やっていいか分かんないところから始まるんで、まずまあこの合宿というかこういう機会に慣れていただいて、まあお互いにまあそのベテランの人と新人の人とか関係なくですね、スキーっていうものを使ってまあコミュニケーションを取れればいいのかなというふうに、まあ結果的にボトムアップができる、ベースの技術が上がるとかっていうことをちょっと狙ってます、考えてます。はい。昨日はですね、そのインタースキーっていう、コンテンツで、そういうルームレクチャーができたんで、まあ、その意味ではあの新人の方もね、質問したりして、まあいい意見交換できたんじゃないかなというふうに思ってます。はい。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。最初にさ、ポジショニングっていうのとエッチングと荷重動作のところを、まあ、昨日もあの初日に解説したけど、実際に雪の上で確認して、で、抵抗の作り方をこう前で作る抵抗とこう後ろで作る抵抗みたいなところをちょっと確認したいな。初心者とか停止するときこうやって止まるんだけど、ターンの組み立てはこっちにこうやってやってると要は発展していかないから、その抵抗前でこう作るっていうの、そうするとスキーが中向いてスキーがまあ上がってくるから、すねの角度って維持するか入ってくるから、まあ、そこのところをパラレルターンとかでも向かい角取って中に向けてポジション維持していくっていうところにつなげていくまで。最初から全体でやる。最初から全体でやる。見せることで。ああ。インタースキーに見せてもらうことで。デモはまあサンプルで、そうだね、滑らせよう。またやったことないと言ってた。後ろで止めてくる。はい。今違うのを2つやったんですけど、1つ目のパターンというのは、重心をこう前に入れて抵抗がまあこの辺に抵抗があってトップが上がってくるっていうんですかね、こうスキーに対したら
高低高がかかって、結果としてはスキーが上がってくるんで、すねのアングルが、まあ、緩まないで、抵抗を作るっていうパターンだったんですけど、2回目にやったパターンは、まあ、タングからこのようにすねが離れる、まあ、初心者は どうしてもこうやって始めるんですけど、そのことを言ってるんじゃなくて、まずどういう抵抗を求めていくかっていう話を今してますんで、例えばこの方向に後ろに行った場合には当然テールが、今もそうですけどテールの位置が動いて、足が外に逃げるっていうんですかね、外に出して、まあ体を後ろに置いてですね、テールで抵抗を押し出すことで抵抗を作ってるんで、まあ、この雪もそうですけどテール側に、こうなんていうの、抵抗を作るパターンになる。でこうしてしまうとさっき言った重心が下がるっていう位置に来るんで、必ず抵抗を作るには前に滑っていって。で、これを、例えば交互に、少しこう、ターンしておくんだけど、前に抵抗を作る。ここから、こうやって前側に抵抗を作って、左右に。で、これであれば、例えばこの後パラレルターンに展開していっても、今と同じ、こう、足首のアングルがちゃんと、まあ、できていて、抵抗を、まあ、前から来る抵抗を、しかしスキーのトップが、まず捉えて、ターンをしていきますっていう、動きになります。でよく前に行って後半は後ろに行きますって話が、まあ、あったりするんですけど、前に行って後ろに行くのは地形が本来に今向いて立ってますけど、そこが最大傾斜で、先ほどの、まあ、例えばこうやって横向きになれば傾斜が0度になりますから、傾斜が変わるんで、重心の位置は当然こういう地形を滑ってるんで、普通に、ま、センターポジションで行っても、こう体がの角度が変わるっていう、意味では当然後ろ側に少し、来るということですね。で逆にまた次のターンに入るときには、体が前に行かないといけない、前っていうか傾斜に合わせないといけないので、それをスキーの、進むのと一緒、先ほどの重心移動と合わせて、常にターンの入り口でこう体を抑えられる、そのすねが緩まないでターン始動ができる位置へ、構えるっていうのをまず、で低速から、高速まで同じパターンで、滑っていくように、していきたいというふうに思っています。これを開かないように、映像の時には、視聴しようと思います。はい、はい、はい、自分に関してきたら外にはいるよねって自分から作るのよ。こっちがどうですか。夜待ち、え、ようやく雪上初日ですか。雪上来たね。どうでしょう。いや天気も良くてね、はい、最高ですね。昨日はねちょっと雨でできなかったですけど、うん、今日はだけどあの時間があったからちょっとね、新しい新人のデモの方たちも頭の整理をしてから雪上に出てこれたので、いきなり雪上でやるとね、難しいことがたくさんあるんで、いい時間だったんじゃないですかね、昨日は昨日で。ですね。はい。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあ初日はね、天候が悪くて、まあ、インドアでの研修だったんですけど、まあ、最初にでも逆にそれができたっていうのが、まあ、この今日の雪上に関してはすごく理解が早い段階で雪上入れてるんで、まあ、特に新人のデモの皆さんはその、まあ、頭で一回理解してもらって整理した上でこう体を動かして雪上できるっていうのは、まあ、順番的にはちょっと良かった感じはしますよね。インタースキーを得てのインタースキー自体は今回初めてですよね。そうですね、はい、インタースキーを得てからのデモ合宿ですけれども、ご自身のなんか気持ちや感覚の変わりとか何かありますか？まあ、やっぱりワークショップも、まあ、リーダーシップ取ってやってこれたっていうので、まあ、その技術的な内容を含めて結構、まあ、自信になってるし、まあ、その海外のやっぱり方との交流によって、まあ、一つなんか勉強になったし経験になったんで、またそれをこう合宿でも生かしていければと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。